チャンネルインクルージョンの時間です。皆さん今日はお過ごしですか？私は今仙台市阿波市一番町にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。そして今日は何ですか？今日は誰でもクリエイターでございます、ね、もうあとね30分で終わっちゃう、ね、ラストなんですけど、いやーいろいろありましたね。はい、まあみんなのステージがあったり僕のステージもあったり、うん、まあ市川さんの、うんうん、ステージもあったんですけど、うん、僕はいろいろ食べました。まあ粉雪って言った素晴らしかったですね、うん、はい、ババロアとホットサンドが素晴らしかったです。はい、僕もババロア食べたんですけどめっちゃ美味しかったです、うん、はい。ということでね、まあ、食べてばかりですけど、もちろん食べるものだけでも素敵なアクセサリー、キャンドル、サンドアート、その他もろもろの、ワークショップあり、ショップありのね、素敵なマルシェになってますね。そうですね、なってますね、うんうん、はい、まあ、ほぼね、月1ぐらいでこの誰でもクリエイターっていう企画、仙台市青葉区一番町、ブランドーム一番町ですね、鈴木アバンティビュー3階にあるアートインクルージョンファクトリーの週末を使って行っているんですが、残念ながらね、来月1月はねちょっとないんですよ、うん、もうララララ文化祭ってね、体育文化センターの方でちょっとやるんで、うん、2月あるかな、ね、松井さんはもうね何回も参加してますけど、どうですか？どうしました？あとね、お子さんが結構来るんですよね。ああ、そうですね。うん。でね、このね、アーケード、まあ、人ほとんど住んでないですよ。この街中にね、まあ、このブランドブ一番町ってね、平日でね、2万人通るんだって。うん、でもね、そんなね、道を行く人、子供はそんなにいるってわけでもなくて、そんな中ね、この3階には、ね、子供たちの笑い声が響き渡って、ね、鬼ごっこやったり、今日はね、新聞紙プールに入ってました。この他ね、今回はね、美術家の開発義明さん、ワークショップやってくれたりとかね、本当にね、まあ、仙台の文化創造発信交流拠点になってきました。アートインクルージョンファクトリーです。松本さんもね、入ってもう2年、どうですか？やっぱり、ミニ誰でもクリエイターは楽しいですね、うん、まあ、平日はねここで松根さんもね歌を歌ったり、まあ、なんかいろいろ作ったりしてるわけですが、そして土曜日日曜日なんかねイベント会場としても使われてます。今後もねいろんな企画がここで行われていきますので、何かあるかな、ぜひねアートインクルージョンでチェックしてください。まあ、Facebook なんかでもね、早い情報出てきますね。じゃあ松田さんの方から皆さんに何かまとめをお願いします。今日俺たちのために来てくれたみんなどうもありがとう。また来てくれよな。以上。松田さんとはね今度石川法然さんの曲最長と空海で、コラボレートする予定です。はい、ね、ここにもありますけどね、法然神社、一番町を見下ろすこの高立地にね、石川法然さんの作品である、神社が あるんですが、この石川法然さんとね、最澄と空海をテーマにした、ラップ曲を松根さんと今制作中です。お経みたいな曲にしてくれって石川さん言ってたけど、はい、うん、大丈夫、多分大丈夫です、はい、大丈夫です。ということで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。